はい、じゃあ今日はまあね、サムネ見てきてるから分かると思うんだけども、あの高木の一日休日に密着、その動画を簡単に経緯から言うと、ゴッチか、あのゴッチがね、簡単に言うとなんかあの密着をどうしても撮りたいんで、高木さんの撮らせてくれませんかみたいなの言ってきて、でそれ聞いて、その企画がいいか悪いかとかじゃなくて、単純に一個スケジュールが空いててそこの企画を考えるのが面倒いから OK した。うん、いやもう本当に急遽だと、もう時間ないし、うわなんか面倒くせえな、どうしようかなと思ったら、それ言ってきたから、わあそれで埋まるじゃんって思ったから、だからあの許可して今日撮ってきたんだな。はい、じゃあもう早速見ていいのか。大丈夫です。だ最悪寝ちゃうかもしんないしね、俺も。うん、別に、まあ、これ撮れてんだったらいいわ。まあ一応見るからにはちゃんと見、まあしょうがない、見るか。高木の休日、休日です。密着ってこと、もう見ていいのか、なんか事前情報とかいらないか。あ、大丈夫です。 OK、 じゃあ見るぞ。すいません、高木さんですか。はい、そうです。こんにちは。おはようございます。テイストおかしいな。テイスト振りかぶりすぎじゃないか。今日は主に推し活をしに来ました。推し活、わかりました。じゃあ今日はその一日を密着させていただけるということで。ありがとうございます。よろしくお願いします。ノリノリだな、思ってるでしょ。順次巡礼に向かいます。甘噛みしつつ。渋谷よく来られますか。5日ぶり。めちゃくちゃ来てる。その前はあの推している俳優さんのお芝居を、その前は日曜日じゃなかったので、やっぱり日曜日すごい多いですね。街で、はい、高木さんですかとかって言われたこととかってあります。ないです。ないですか。言われてみたいな。あるんですね、顔刺されたいみたいな。ちょっとあります、あります。なんでちなみに今どちらに向かってるんですか。で、原様と坂本様がいらっしゃった猫カフェさんに行こうかなと思ってます。聖地巡礼ってそのこと言ってる。行ったとこだ、本当に。カフェモカさん、渋谷センターストリート店さんです。さんの付け方もおかしいじゃないか。連絡。この方です。お待たせしました。誰。よろしくお願いします。普通 の, あの応援する俳優さんがいて、それのファンの友達同士です。ああ、そういうことね。推し活ペアルックですか。あ、そうなんです。あの推し、推し、推しの。あ、推しの。二人とも猫が好きなので、楽しみにしてきました。ありがとうございます。推しの人もこんな形で俺のチャンネル出ると思わなかっただろ。高木さんとはどれぐらいのお知り合いなんですか。え、どれぐらいなのか。あと最近かな、一緒に行くようになって、うん、福島県で日が変わるまで飲んだりしました。福島ですよ。はい、福島。高木さんお酒飲まれるんですね。めっちゃ強いですよ。めっちゃ強いですよ。このチャンネルが、はい、あの結構スパチャーがいっぱい飛んでくるチャンネル。興味ないな。そのチャンネルで去年2位だったんですよね。スパチャーいやマジで。お見合い動画とかを見せてもらって、すごいと思って楽しいと思って見てました。めっちゃ可愛い。可愛いいいよ、比較映像いらねえよ。めちゃくちゃ寄ってくるじゃん。どういうこと。でいらないんだって、比較映像。
冷蔵なんでだいやいやいや、本当になんでだよ、改めてなんでこいつにはこんな寄ってくんだよ。起きた起きた、めちゃくちゃ、あんのそういうの、その猫飼ってる人には猫がいる人フシで撮ろうとしてくれてます。ちょいちょい、多くね。来いや。いやいや。いらんか。傷つくな。お友人のイヤホン買うためどんきこってさんという店に行ったことがない。じゃあどう、え、っぽい方が行くところなのか、ご偏見。スパちゃんに向けて Google プレイカードを購入しました。5万円です。5万円最高なので、サクッと買うな。いつもこれでスパチャしてます。カードじゃないんです。カードじゃないですね。カードの時もあるんです。基本これで買ってます。見かけたら買うようにしてます。見かけるだろ、だいぶ結構いろんなとこで売ってんだ。すいません、違ったら申し訳ないですけど、ハリタギさん。本当ですか。配信見てます。 ありがとうございます。仕込んでないか、お前。応援します。視聴者さんですか。すいません、自分から行くな。声かけられてどうでした。嬉しかったです。また配信でお会いできたら嬉しいなって思います。早すぎるだろ、声かけられる。じゃあ今からイベントってことですか。そうですね、はい、頑張って応援してきます。カッキーという名の応援を。そうですね、応援を。いくら使ってんだよ。本日高木さんたちが参加するイベントは、人気俳優たちが AR スポーツで総当たり形式にて争うイベント。4チーム出演し、投げ銭額によって何で坂本がしゃべってるの。何がつくとなっており、今日高木さんたちは入ってこないんだけど、投げ銭をしながら推しを応援する模様。お疲れ様です。ちなみに課金額の方っていくらだったんですかね。私はだいたい10万ぐらいです。まあ半分とかいかないかな。5万、4万が、ね、すごかった。他のチームが、ね、やばかった、追いつかない。反省会は出た側がするもっと頑張るけどね。忙しいやつだな。今からスパチャする感じですか。あ、はい。こうやってやってるんですね。そうです。いきます。スパチャしました。さあ、読んでいただけますでしょうか。読むだ。ここです。じゃあ、切れられるまで動く。次、次、次、次。高木さん、2世、宇治屋様、翔吾様と竜宮城様でお食事されてる動画、すごくすごく面白かったです。ありがとうございます。ありがとうのハードル上げろ、そろそろ。呼んでいただきました。全然笑ってないじゃん。今日の宇治屋さんのキレはどうですか。あ、最高です。感無量です。いやいや、1回目じゃないから。本日は密着させていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。とても楽しい時間でした。お土産も買われましたかね。はい、お土産も買いました。誰に渡すようですか。お母さんとフェダの猫カフェキャリア様のフェダのレッドハウスさんです。人狼ハマってるなぁ。この BGM じゃなかんよ。いらんよ、フェードアウトみたいな。やばなんだこの終わり。22万じゃねえよ。いやもうなんだこれ。悔しいのは結構なんか
クリックされるんだろうな興味ねえよとか言ってたけど、スパチャ打つとこう、ああそうやってたんだってシンプルに思っちゃってで、その後全く笑ってないからちょっとそれはびっくりしたんだけど、無表情でやってんのかな、いつも普通に。見たくなかったなモチベーションがこの動画に対してないもんだから、もうなんて言って終わったらやるある動画だったらさ、なるほどね、こういう休日を過ごしてんだなとは、別に興味はないからやっぱあれだろうな、やっぱ真面目な家庭で育ちすぎたんだろうな、興味ないってちょっと言い過ぎたかなって思ってきたまあまあいいか、高木は 何とも思わないか、スパチャが読み上げられさえすればいいやつだからな。お土産もらってます。いやいらねえよ、なんか置いてあるんだと思ったらお土産かよ。あ、大阪からのバターミルク、高木さんの顔に似てるからって買ってきたらしい。いや、うん、確かにちょっと似てるけど。でこれ何、うちのご友人さんからもらいました。ご友人はもう意味不明じゃんご友人はだって俺に何の思いもない、ドライフルーツ。ご友人の方がいいなありがとうございますはい、じゃあということで年間スパチャ役ね、視聴者の中2位の高木の休日に密着ということで、いつからそのスパチャに対するキレで笑ってくれる日が来たらいいなと思ってそれ最後の言葉にします。まだまだだなっていうことですね。年間2位の人があんだけ笑ってないとなるともう無理なのかもしれない俺はまだまだなんだなっていうのも分かった動画だった。よし、埋まったなこれで、ね、スケジュール。もう一言だわ、うん、チャンネル登録外して出てけ出てけ、来んなよ二度と。